決まっては仕方がない。正体を明かそう。我ら忍者が。忍者とは黒装束にて生活するにあらず、町人、小武装など変装を巧みに操る、これ七方での術なり。忍者 some always understand their distinctive black costume. Sometimes are merchants, sometimes are traveling priests. They are masters of disguise. This quick change technique is known as Shichi Hode, or Seven Disguises of Ninjas. 戦乱の陰に忍ぶ者がある。この技の陣中徳川を220年の繁栄へと導く。The superhuman skills of ninjas made possible the glorious 260 reign of the Tokugawa shogunate. Ninjas worked behind battle scenes as shadows. 苦難大きい時代を耐え忍ぶ我らのもとへ今よみがえる。 Life can be tough even today. It's time for us to come back alive. 人は彼らを応用し、ハットリハンゾー忍者隊。ハットリー・ハンゾー and the Ninjas! の峠を越えたのにございます。ですが家康様はこたびも難儀な戦に挑もうとしておられます。見よこの世皆が耐え忍んでおる。懸命に来ておる。あの時の家康様のように我ら忍者の助けが必要じゃ。よい。この時代によみがえる忍びは我らだけにあらず。息を潜め、不正に紛れる、そなたの中にも潜んでおる。苦しい時を陰から支えるために皆が笑っていられるように我ら服部半蔵忍者隊ここに着いた。生きろ。ハットごとく泥から手を伸ばせ。水蓮
参ります。影から影へと渡り飛び、道なき道を駆け抜ける。空飛びの月影、拙者が喋れば皆が笑う。幸せじゃ。忍び一の道化者三兵衛、心で戦い心で踊る。伝えてみせよ、守ってみせよ、我こそ炎の息吹。せつな横で見ていて、あ、飛んだ今日も。で、あのね、やっぱり半蔵様のあの決めポーズ、あのターン、あ、今日は3回半ねとかね、皆さんもね、いろいろカウントしてると思いますけども、我々も楽しく見ております。さあ、改めてご登場いただきましょう。服部半蔵忍者隊の皆様でございます。お一人だけですか。じゃあちょっと、あ、おー
しい、いい感じでございます。さあ月影殿、本日いよいよ、あ、こんなところに汗だくじゃないですか。全然潜めてないですよ。いよいよ本日池武将選手権がございます。この服部半蔵忍者隊からは代表として月影殿が、ぜひ皆様清き一票をそうですね、お願いいたします。そうなんです、清き一票とありましたけども、何かね皆様に見ていただくものもねご準備いただきましたもんね、まあ、それはあえて言わないで結構でございますけど、清き一票をお願いいたします。ぜひ徳川家康様に、家康様にですか、清き一票をお願いいたします。もう家康様でよろしいんですか。はあ、さすが控えめでございます。そういうロボットです。そういうロボットですか。ちょっとだいぶ壊れてらっしゃるようでございますけど、いや、そして半蔵様、本日も見事なターンをありがとうございます。今日何回転回って、今日3回ぐらいですね、横から見てると3回半くらい回ってて、いや気持ちいいわと思ってたんですけど、これ最高何回くらいいけるもんなんですか。いや、まあ時間の長さにもよりますから、はあ、あ、いいですか、忍者のテーマ持ってもらっていいですか。いいですか、はい。ただが、まあ、7回という、7回お、そんなに回れるんですか。いや、本気を出せばもちっともうちょっと回数を増やすことができます。もう一回見せていただくことができます。せっかくですからね、じゃあみんなで服部半蔵と言ってちょっとターンを見せていただいてもよろしいでしょうか。では10回。じゃあ皆様で一斉の方で服部半蔵と大きな声でいきましょう。いきますよ、せーの、服部半蔵。前に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、すごい、うわー、素晴らしい。目回らないんですか。目黒くなってる、それメイクの仕業でしょ、はい、あ、 C ですかこれ、言っちゃダメね。生まれつきでございます。生まれつき、病気だと思いますけど、あ、あえて触れないようにしておきます。でも、もう一回見てみたいな、なんか。いや、もういい、まあ、もういいですね。池武将選手権の月影が控えておりますので、はい、あ、さようでございます、ね、そちらの方に取っておき、はい、ということで、はい、このくらいでよろしくお願いします。わかりました、ありがとうございます。で、今年もどんどんこの愛知県をね、もう日本全国、いや世界に広めていただきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。服部半蔵忍者隊の皆様でございました。ありがとうさんじゃあ。では参る、 ありがとうございます。ちょっとふらついてらっしゃるけど大丈夫ですか。あ、大丈夫ですね。わかりやすい去り方ですね、本当にね、全然忍べてませんけども。